シグナルが入りますね。うん。仲良せオリンジアバンドですね。15時17分28秒にシグナルが来まして、ね、実際こっちにパソコンの。で、こちらなんだけど、仲良せポリンジャパンと黄色いのがね、ザ・オリジナルですけども、この、分析は、3つ以上の、テクニカル分析で分析されて、今度、中打ちじゃなくて、外打ちになってますね。この黄色以上、両サイドね、出たところでシグナル作ってます。先ほどは内側で分析したんですね。これ勝率で 80%、平均ピップス、20ピップスですね。これが88ピップス。これだと結構勝ちやすいんですね、今現在ね。まあ、こちらですね。あ、違うわ。NZDUS って言ったから。GBP-USD はこっちだ。これですね。こっちの方なんで勝ちやすいですね。非常にね。通過に落ちてますよね。ね。だいたいこんな感じで、まああの1週間で3万ぐらいの利益ですね。3万9000円ですから、先日通してね、と30億稼げるわけですね。週でね、週に30億ね。頼む、100個ぐらい、200個ぐらいバイナルオプション使うわけですよ。そうしましたら同じように投資していくわけですね。で、1回1億ぐらいですね。100個ぐらいで、100個だから10万ずつ投資した時ですね。100個で、で1億ですから、で週10億稼いで、2が8だから80億かね。月80億円稼ぐと。ね。まあ FX の方にも回してるね。投資するということですね。で、FX がほとんどで回ってきて、月100億稼がないといけないかなという。のパソコンが動いてるわけですね。
い、勝ちましたね。時間もこうですね。で、次の準備ですね。これと、これと、これですね。で、シグナルマッチで、分析開始。